日本語コンテッペイ、日本語コンテッペイ、子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？雨の日の他愛もない話、日本語コンテッペイ T シャツとかについて。はい、雨ですよ、雨。皆さん元気ですか？梅雨ですよね。雨が続いてますね。日本の梅雨、たくさん雨が降る季節ですね。日本に来たことがある人がいますか？はい。悪くないんですよ。実はね、想像よりは悪くない。雨がたくさん降るんですが、特に東京とかの場合、雨が降っても、例えば新宿とか渋谷とか、そんなにね、たくさん外を歩かなければいけないわけではないんですね。ほとんどのそういう大きい駅には地下道、ね、地下を歩けるような道、地下道があって、例えば新宿なんて駅の中とか駅の近くはほとんど地下道があって、屋根があって。屋根ですよね。地下だから雨に濡れないですよね。でずっと歩くことができるし、たくさんのデパートのような商業施設がありますよね。だから実は外を歩くわけじゃない。ただ雨が多いとちょっと難しくなるアクティビティもありますよね。例えば京都とかでたくさん歩いて神社に行ったりしますよね。でそういう時にちょっと雨が強いと面倒くさい。ただそうですね、雨には雨の良さもありますけどね。例えば箱根とかそういう温泉旅館に泊まる場合、雨が降っていると風情がある、ね、風情というのはちょっと雰囲気のことですね。ちょっといい雰囲気がある、風情がある。古い日本風の家ですね。日本家屋の中にいて雨の音が聞こえてきますよね。ホテルとか最近のマンションとかコンクリートでできたものは雨の音があんまりしないんですよね。でも昔ながらの日本家屋、旅館とかに泊まった場合、結構雨のパタパタパタバタバタバタみたいな音がして風情がある。いいもんですよ。全てのことにはいいことと悪いことね、ありますよね。梅雨のいいこともある。雨の日のいいこともあります。悪いことといえば僕今家にいますけど、洗濯物がちょっと乾きにくい。アメリカとかだとほとんどの家にドライヤーがあるでしょ。乾燥機、衣料乾燥機ね、服を乾かす乾燥機があるでしょ。だけど日本の家は、ある家とない家がありますよね。僕の家はないです、ね、僕の家には乾燥機がないから、雨が降った時に服を乾かすのがちょっと大変ですね。だから日本語コンテッペイ T シャツも今濡れたまま干してあります。あれ知らない人いますか？もし知らない人がいたら、日本語コンテッペイ T シャツはAmazon で買えます。 amazon.com.uk.jp、 ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、そういう Amazon で買うことができる。他の国に住んでてもヨーロッパとかの場合は隣の国とかだと全然問題なく買えますからね。日本語コンテッペイ T シャツ、気になる人は僕のペイトレオンのページ、メンバーじゃなくても見ることができますからね。ほとんど全ての記事は、パブリックになってるんで見てみてください。雨ですよね。雨が降ったら何をしますか？皆さんは何をしますか？例えば映画を見るとか。最近ね、でもね、ちょっとフィクション、そうですね、映画になかなか興味が持てないですね。そして本とかもちょっと興味が持てない。なぜかな、分かりません。かといってこうノンフィクションのもの、ドキュメンタリーとか、あとは本とかのねノンフィクションはあまり興味が持てないんですよね。なぜかな、分かりません。はい、まあ理由を言うとまたその理由がちょっとずれてるっていうかね、僕が言いたいことといつもずれてしまうからちょっとなかなか言えない。何がなぜ僕がそういういろいろなコンテンツに興味が持ってなくなっているのか分かりません。まあ基本的にやっぱりイライラするからでしょうね。なんとなくフラストレーションを感じる、例えば映画とかテレビドラマとか、漫画はいいんですね。 なぜかな。漫画は大丈夫なんですけど、漫画以外のもの、なんかいつもフラストレーションを感じる。なぜかといえばなんかこう、なぜそこでそんなことをするとか、なぜそこでそんな決断になりますかとか、なぜそこでそんな行動を取りますかとか、その主人公とかそのキャラクターたちの行動が僕の考えと違いすぎてイライラしてしまうね。ノンフィクションとかでもいろんなレポートとかあるでしょ。なんかもちろん、ちょっと不幸な人たちの話とかありますよね。でそういう時に、理解はできるんですよ。どうしてそういう時にそういう行動のパターンがあるかなと、理解はできる。理解はできるけど、やっぱりどちらかといえばイライラしてしまう。どちらかといえばなんか悲しくなってしまいますよね。なぜそこでそういう行動をとりますか。やっぱり自分よりもちょっとこうなんか驚くような、いい意味で驚くような、そういう行動パターンを見てみたいですよね。うわすごい、この人そんな行動をとりますかみたいな。でも、はっきり言ってすでに成功した人の成功の話とか聞いても、別に自分に使えるわけでもないし、あんまりそれはそれで興味が持てない。難しいですね。それよりもやっぱり普通の人たちね、普通の人たちのニュートラルな普通の意見やその報告というか日々のレポートを聞いてる方が僕にとってはよっぽどインスピレーションになる。例えばですよ、生徒さんがねこういう時にこれをしましたみたいなね、そういうことを言って、特にその大げさに言うこともないし小さく言うこともないでしょ。例えばなんかこの前仕事を変えました、結構大変だったけど新しい仕事いいですよみたいな、それぐらいの感じですよね。本の中で読むと、あれは私の人生最大のターニングポイントだった。あの時私は自分がホームレスになるのかとも思って橋の下で時間を過ごしていたみたいなね。なんかちょっとそれ本当ですかね、ポケットの中には50セントしかなかったみたいな、よくあるじゃないですか、そういうちょっと大げさに言ったような話ね。本当なのっていうふうに疑ってもう読む気がなくなってしまったり。なんかこう全てがちょっとこうやっぱり本になる、ドキュメンタリーになる、プロダクトになるっていう時点でちょっとこうデコレーションされているんですよね。でそのデコレーションがちょっとうざい、デコレーションがちょっと面倒くさい。で本当の人間ね、本当の人間、例えば生徒さんとかと話す時にそこまでデコレートしないでしょ普通の人は。なんかあの時本当に僕はポケットの中に50セントしか入ってなくてもう死を覚悟していましたなんて言わないじゃないですか。もしそうだとしたら、本当にそうだとしたら結構言わないんですよ本当の場合。本当の場合はそこまでのことっていうのは簡単には話さないんですよね。でそういうのが話さなくても分かるんですね。話さなくても僕は感じることができる。誰かがすごく大変な話をしている時に全てを説明できないでしょ。例えばなんか家族が亡くなった人とかね、そういう話を現実に聞きますよね僕は。いや実はっていう話で、そういう時の人間というのは何ていうかな、顔で語るというかね、表情で語るというか言葉じゃないんですよ。言葉をそんなにうまく使えないんです。でも分かるんですよ。でそういう深さ、そういうコミュニケーションの、表面的じゃないコミュニケーションがあるんですね、会話には。でそう考えるとなんかその本とかの中でね、饒舌に、ね、言葉を使って饒舌と言いますね、ペラ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 、なんか大げさにドラマチックになんか人の涙を誘うようなそういう文章というのがすごく大げさでわざとらしくて嘘みたいに聞こえてしまう、見えてしまう。でまあそうですね、まあ映画とかもちょっとなかなかその世界に入りにくいですね、最近は。うん、どうしてもまあ監督のこととかを考えてしまったり、どうしても役者のことを考えてしまったりして、なかなか話の中に入れない。まあ漫画の場合はね、やっぱり完全にフィクションだから、なんかフィクションの世界に身を委ねてみようと思ったりとかね、なんか主人公は本当にバカなことをやったりしてどんどん変な世界に入っていくんですけど、漫画の場合はねなんかそれが許せるんですが、まあやっぱり小説とか本当の人間みたいな感じにさらに近いから、なんかイライラしてしまう。はい、まあ何を言ってる雨の中話し続けるとなんとなく頭がぐる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 回転して、何を言ってるのか分かるような分かんないようなね、はい、まあ、とにかく雨ですよ。これ自体は変わらない、ね、雨なのか晴れなのか曇りなのか分からないというわけではなく、これは雨です。全然晴れじゃない。ずっと音が聞こえるしね。まあ皆さんも日本に来て雨の音を聞きに日本に来てみてください、ね、毎日毎日雨の音を聞いたら僕が今話しているようなことがもっと身近になると思います。というわけで、チャオチャオ、アスタレゴ、またねまたねまたね。